近の天気だというとグレーヘアかなと思う。自分がいいと思う方向を選び取っていくかっていうだけで私は生きてきているので。アクセスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。フリーアナウンサーの近藤里です。私はですね、1991年にフジテレビに入社をいたしまして、アナウンサーとして、およそ7年、活動しておりました。1990年代初頭ということで大変華やかでして、いろんな場所に行かせてもらったり、いろんな取材をさせてもらったり、楽しかったです。でその後1997年にフリーランスになりまして、そこから結婚等もありまして、現在はですね、ナレーターを主にやっています。声の仕事をメインとしながら、YouTube チャンネルや、もちろんテレビ出演などもしております。フリーランスになった時にやっぱりそれぞれの専門分野にプロフェッショナルがたくさんいるんですね。その中で何でも屋さんみたいなポジショニングっていうのは本当にその人の、持ってるタレント性みたいなものが重要になってくる。私はちょっとそこに自信がなかったので、努力をしてプロフェッショナルの仲間入りをさせていただいた方がやりがいがあるな、もちろん声で表現することがとても好きだったっていうのもありますけど、声の、ナレーターという職業を主に選びたいというふうに思いました。ナレーションは私は瞬間風速みたいなものをすごく大事にしていて、いっぱいいっぱいお稽古をしていいものができる人と、いわゆるファーストテイクです、今風に言うとファーストテイクがいい人っていうのがいて、どっちかというと私の性に合っているのはファーストテイクなんですよ。ナレーション以外の仕事はある意味全く自信がないので下準備をする感じですね。でナレーションは一応プロとして臨むので、とにかくこのファーストテイクに気合い入れて臨むっていうところですかね。私の師匠、恩師である大学の頃の先生、その先生の教えっていうのは結構胸に刻んでいて、言葉は心の花っていうふうに師匠が言っていて、自分が本当に花のようなね、美しい言葉を発せられてるかどうか、それは音声表現だけじゃなくて内容も含めて、折に触れて思い起こしたり誰か人に話したりするようにはしてます。語り始めたらね長い一番最近の天気だというとグレーヘアかなと思いますね。白髪を染めないという選択をして、当時白髪を染めないという選択をした時の私の心持ちとしては、もう社会世間一般的にこのように映像でもって顔出しをするということはしないということだったんですよ。なぜならば白髪を染めないということは、マナーとか美的とかそういったものから外れるというふうな社会通念ですよね、があるというふうに思ってたし、私もでも声だけで頑張って生きればいいのよと、それより自分が心地よく自由に生きる方を選ぼうと思ったんですけども、蓋を開けてみたら多くの方に賛同していただいたりとか、逆にそれが一つの転機になって今の私の生活仕事がすごく変わった天気、もう6年ぐらい前ですかね。一つだけ確かなのは、このグレーヘアに、したのは決して戦略的であったわけではないっていうことなんですね。木を見るに長けていて、世の中というものを、本当に引っ張っていくような人たちっていうのは多分意図的にリスクを背負ってもそういうことができるんです。でも私はリスクはリスクで、リスクがあるけどしょうがないかとか、どちらかというと、意外とネガティブな理由でした。例えばちょっと頭皮にトラブルができたり、アレルギー症状が できたりとか、
あとはその白髪を染めるということに対して自分がどんどんスポイルされていくような、まあ、そういう、こう精神的な圧迫みたいなものを感じて、そこから自由になりたいっていうのが、どちらかというと最初の理由でしたね。後々後付けでちょっと女性をリードするようなとかね、ジェンダーとかね、そういったもので捉えられることも多いですけど、私は逆に それは一緒に学んでいったっていう感じですね。最初からそれらを思って戦略的に非常に高い志を持ってグレイヘアにしたわけではなくて、一緒に学んでいきました、はい、着物も同じなんですよ。着物を戦略的に着て、私を着物の代表者になろうなんて思いはさらさらなくって、着る洋服がないっていう本当なのっていう感じですけど、着物はね、もともと好きで持ってたんですよ。で、数少ないテレビ出演のタイミングで、うちの事務所は声の事務所でしょ、だからタレントさんで例えばヘアメイクさんとかスタイリストさんみたいな人のつてがね、本当なかったんです。それでじゃあどうしようどうしようってなった時に、普段着は大したもん持ってないです、洋服は。だけど着物だったらなんとか大丈夫、自分で着れますっていうんで、苦肉の策でというかね、っていうのが実は最初のきっかけだったんですよ。日本人の着物に対するイメージってすごくリスペクトしてるし、冠婚葬祭とか着たいなとか、若い女性の方とか着物を着れるようなね、素敵な女性になりたいってみんな思ってるんですけど、じゃあ普段着物を着てる人を見ると職業的なイメージしか持ってないんですよ。お茶の先生とか踊りの先生とか、そこに全然カテゴリーに入らないのに、好きで着物をただ着てる人っていうのがジャンルとしてないんですよ。なのでテレビ出演するときに私が着物を着ていこうと思ったら、なんで着物なんですか、だって今日別に何かお正月でもないし、佐藤さん何かお茶の先生でもないですよねっていう、お茶の先生じゃなかったら着ちゃいけないのかなっていうぐらい、いかに着物っていうものが日本人の生活からやっぱりどんどん乖離してるかっていうのはもう私はもう痛感したんですけど、ただそこはなんとなく私の性格的にそう言われるとちょっとやってやるみたいなのがありまして、で、無理にはいかなかったですけど、そうやっていやちょっと着物はっていうところはご遠慮しましたけれど、でも着物でもどうぞどうぞっていうところには全部着物で出るようにしたら、そのうち今のようにトレードマークですねっておっしゃっていただいたり、世の中のイメージって本当に自分で変えられるんだなっていうのは、すごくそれもまたグレイヘアも同じくびっくりしたとこですね。私自身はまあ何だろう、矛盾しているように聞こえるかもしれないですけど、こだわらないことですね。そんなにそのマイルールとか自分のこだわりとかないんですよ。本当に自分がいいと思う方向を選び取っていくかっていうだけで私は生きてきているので、その中で洋服か着物かっていうチョイスがあった時に、着物っていうふうに選べるこだわりのなさいや世の中今洋服だから洋服だろうっていう、なんかこう世の中に忖度したりとか、そういう自分を見る前に世の中を見てしまうっていう、まず自分が何したいかっていうことを考えた時に、意外と自分じゃなくて世の中とか自分の身の回りに忖度をしつつのこだわりだったりすることが多いんですよ。こだわりなくその都度私がこれがいいとかああしたいとかっていうところに結構素直に生きていくっていうことが、まあ、周りにご迷惑をおかけすることもあるかもしれないんですけど、私の一つの、まあ、なんだろう、生き方のポイント哲学っていうほどのものはなんかこう言えない気がするんですけど、そこまでね、哲学の本とか若い頃読んだけど全部忘れました。はい、まあそれぐらいのもんです。それよりも自分もその世の中もやっぱり戦争と平和もそうですよ、常に矛盾してるんですよね。矛盾の中でその
人間社会ってできていて、こうしなきゃいけない、こうあるべきなんだけれども現実はこうとかっていうことって多々あるじゃないですか。そういった時に、だって例えば痩せたいって思って10年太りしちゃった、痩せたいって思っても、あのこうすれば痩せられるって、こうすればもっとどうってあるのにできない自分、これ矛盾してますよね。なんかそういう常に葛藤とか矛盾とかってものを抱えながら、こう一つの人生が多分誰しも流れていて、その中で私が思うのは、自分を顧みて自分を知ろうとする、あの行動っていうのは最近すごくね、あのすごく思います。だからコミュニケーションをなくして人生は、人間は生きていかれないんだけれども、何か人と人と、家族でも友人でも会社でも仕事でもいいですよ、何かこのコミュニケーションがうまくいかないなって思った時に、果たしてこの考え方は自分はどうなんだろうっていうことを、あの最近すごく思うようになりましたね。汚いところも綺麗なところも弱いところも強いところも全部ごちゃ混ぜになったのが自分だと思うんですよね。でやっぱりその都度どこかの自分をちゃんと意識して生きていくっていう、その中でもやっぱり自分の弱いところとかダメなところとか、あの私はそこに注目するようにしてます。私ね、実はそんなに才能ないと思ってるんですよ。こう言いながら、あのプロですとか、こういうの仕事を極めたいですとか言ってるんですけど、そんなに才能ないと思うんですよね。でも才能のない人間がなんかこう這いずり回って努力するっていうのが、なんかちょっとかっこいいなって思うところがあって、だから今後どんな仕事ってなったら、やっぱりあのテレビ番組でもいいです、今だってサブスクだっていろんなこうチャンスがあるので、あのドキュメンタリーでもいいし、ドラマでもいいし、バラエティ番組でも何でもいいんですけども、声で表現する仕事っていうのはどんどんチャレンジしていきたいと思ってます。自分らしく生きたいというふうにね、あの思ってらっしゃる方いらっしゃると思います。私を、佐藤さんは自分らしく生きてるよねというふうに思っていただければ、それはとても嬉しいです。そのらしさっていうのって、あの実はとても日本的な概念で、英語にはらしさっていう言葉、こうピタッと当てはまる言葉がないんですよね。例えばで、あの近年日本人の考え方とか、そういったらしさみたいなものって、あのちょっと注目はされてきてるんですよ。あのなんですけど、ちょっとそこに私たちはとらわれすぎかなっていうのは思ってまして、らしさっていうのは誰が決めたもんなんだっていうことなんですよね。あの私って私らしいじゃんって、もちろん自分では思う。らしさっていうのは他人の評価なんですよ。あなたってあなたらしいわね、佐藤さんらしいわね、とか自分らしく生きてるわねって、それね、基本的には他人からの評価なんです。なのでらしさというものにはあんまりとらわれないで、あの自分がやりたいとか生きたいとか、まず自分ってどういう人間なんだろう、私が本当に望んでるものは何なんだろうっていうことに真摯に向き合ってみる。あの皆さんは多分ね、周りを見すぎなんです。これ日本人周りを見すぎ、マスク問題とかいろいろありましたよね。一つの美的なあの要素ではあるんですけど、ひっくり返すと自分のことよりも人のことを見てるんです、日本人は、多くの方は。なので、あの私のように自分が好きなように白髪にしようとか、自分が好きなように着物を着ようっていう人を見ると、佐藤さんらしいわねと思いながらも、人の目を気にすると私にはできないわという方が大多数なんですよね。でもそれも一つの人生です、否定しないです。でもあのちょっと自分のことを見ていただけると、私ってもしかしたらこういうことをしたいのかも気づかれる方もいるかもしれないので、あの今の自分が自分らしくないというふうにもし思う人がいたら、自分の欲望というものを具体的に何がしたいかということをしっかり見てあげてください。あの家族とか友達とか会社とか世間とか、そういうものを一回全部遮断して、自分が本当にやりたいことっていうのを探すことから始めてみてください。
6月30日、7月1日に、VA と書いてバーバーバーと言いますけれども、あのフジテレビのアナウンサーの先輩である山村美智さんと河野恵子さん、そして私の3人で、まあ、トリオでしょうかね、あの朗読会を催します。とにかく明るく楽しく前向きに人生を歩んでいこう。でも人生って明るいばっかりじゃないよね、辛いよね、でも辛いところから立ち上がっていく、辛いものを忘れていく、それも人間で人生って面白いよねっていうようなことをテーマでですね、あの面白いものをあの舞台にかけていますので、これもご興味がありましたらチェックしていただけると嬉しいです。こんにちは、近藤さとです。 YouTube 着物バラエティチャンネルさとよむ、着物に関することを時に面白く時に真面目にあらゆる角度からお届け。着物好きはもちろん、そうでない方も一度ご覧ください。